次に角の鋭い90度のエッジにナイロンザイルをかける。その落下の瞬間を1秒間2000コマのハイスピードカメラで捉えてみる。このように伸び率の大きかったナイロンザイルも鋭角に対しては簡単に切れてしまう。ザイルを扱う前にこのような性能の限界を十分に認識し、絶対にザイルを過信してはならない。岩登りは原則として足で登るもので、手はバランスを崩さないための支えである。姿勢は常に地面に対して鉛直、体を岩から離し、重心は足にかかるようにする。両手両足のうち3点で体重を支える。つまり3点支持が原則である。初心者は恐怖心から岩にへばりつき、不安定な姿勢になりがちである。であるハンドホールド、その種類は多い。代表的なものはグリップホールド。アンダーホールド。プッシュホールド。プルホールド。クラックを利用したオポジションホールド。登攀の主役は足である。細かいホールドはつま先で、かかとをあまり上げないよう。大きいホールドには靴底をフラットに。クラックは足を入れてから鎖止めにする。ザイルを用いない登攀は岩登りの基礎である。下降は登高より難しい。確実なホールドを求めて慎重に。トラバースは岩壁をどちらかに横断することである。この場合も3点支持をしっかり守り、両足を交差せずカニの横ばい式に踏み替えていくのが安全である。リッジの登攀は浮き石に十分注意を。フェイスの登攀は特にホールドやザイルの流れに注意する。クラック登攀は割れ目の幅に応じて手や体の向きを変えて登る。チムニーの登攀は背中、手、足の突っ張りによって登る。このような登り方をインサイドクライミングとも言う。
タカットクライミングはメンバーの一人が行動し他の者が確保する。これを繰り返しながら登る方法である。確保者はザイルの動きに十分注意しながら操作し、万一の場合は必ず確保できる体制でなくてはならない。コンティニアスクライミングは安在連したメンバーが一定の間隔を保ちながら同時に登攀する。その時ザイルを引きずったり岩に引っ掛けたりするとザイルの損傷や落石の原因となる。岩場では危険が多いので、できるだけスタカットクライミングで行動する方が良い。一般に登攀はザイルで結び合って行動する。不測の事態に備えてザイルメンバーは互いに確保できる状態になくてはならない。確保技術を身につけないで岩登りをすることは無謀である。ザイルは岩角に触れないよう十分注意する。体での確保をボディービレーという。腰確保は腰を利用して行う。肩確保は肩を利用する。岩壁に体を密着させると強い。グリップビレーはセカンドがトップを確保する場合、操作によってはザイルやハーケンに過大な力が作用するので過信してはならない。グリップビレーまたはボディービレーでの制動確保は、流れ出すザイルに徐々に制動をかけて墜落のショックを吸収して止めることである。トップ滑落。トップがハーケンを打ち、確保支点を作ってザイルを通して行う確保がランニングビレー。この確保により墜落距離を短くし、確保者に対する衝撃を小さくする。保護者は自分自身の墜落を阻止するため必ず自己確保をすべきである。その視点はその目的だけに使用するのが望ましい。ハーケンとカラビナはそれぞれの目的に応じて数多くの種類があり、岩の割れ目の向き、幅、深さによって使い分けられる。ハーケンは左側の顎付きのが望ましい。カラビナは開閉部の破損を防ぐ貫付きの方が良い。ハーケンは割れ目にあったものを岩の目に沿って根元までしっかりと打ち込む。ショックがかかった時ねじれが生じるような打ち方をしてはならない。このように割れ目に合わなかったり打ち込み方が足りないときは、ショックがかかればたちまち抜けるので危険である。割れ目が広い場合、ハーケンは重ね打ちにして確実にする。通産省工業品検査所ではこれら登山用具の品質検査を行っている。